番に置いているゴリパパのペダルタコケシちゃん。表情かわいいコケシちゃんに手を合わせて必勝祈願で出発いたしました。本当に本当に天気が良かったとともに花粉も絶好調。このスタジアムで50回くらいくしゃみを記録したかもしれないシャープ花粉症。本日も選手コラボ弁当をいただきました。弟が中島元彦選手。私はコメントでもおすすめしてくださったかまだキロの選手を選びました。10番脂肪まま片手にメガミカンサワー、私レモンサワーと迷いメガハイボール弟ビール、みかんサワーで生えたいゴリママ。皆さんの仙台おすすめの酒屋さんはどちらですか。幸子ずっと気になってた唐揚げ、お弁当召喚、めっちゃ美味しくて叫びまくった。試合始まると叫びすぎて喉を通らないので試合前に爆食い腹ごしらえ、そしていただいたホヤを帰って家族で食べました。食べる動画、帰って勝利の乾杯とともに日本酒とホヤいただきました。みんなホヤ史上一番うまいって言ってました。ホヤ最高だべ。刺身、蒸し、干物、今のところ全ホヤ最高。何かの味に似てると思った。あの高級食品なんだっけ、あ、カラスミ、そう、見たじゃない、なんか確かにカラスミの味に似てる。